はそうなんですよ。あ、それ楽しみです、またね。そうですね。ただなんか先日発売された CD に午後のテーマっていう歌が入ってまして、誰もわかりません。なんだよ、今すごいですね。そうなんですか。いや、なんですか、その午後のテーマって。ライブになんか午後っていうキャラクター出てましたね。あの、モノマネ師。ありますね。モノマネ師大好きだった。そうそう、モノマネ師。それでもうやっぱり水間さんのちょっとツッコミがきついんですけど、らしいですね、ちょっと苦笑いになってきましたね。じゃあまあその辺も関係してくるかも。そういったキャラクターもいるかもしれないです ね、 ですね。テーマがあるぐらいですからね。今回あの、はい、全部のキャラクターにあのテーマ曲がありますんで、まあ、パーティーのキャラクター全員それぞれが、あのテーマ曲を持って、そのキャラクターが活躍するところではその曲が流れるような、あ、耳でも楽しめますね。ということはまあ十何曲あるということですね。そうですね、具体的に何曲とは言えないんですけどね。はい、ということで、じゃあまた後ほどお二方よろしくお願いします。カルト Q&A パート2でした。今ね、いろいろなあのなんかもうすでに指南が続いてますけれども、大山田圭子さんってゲーム好きだったんですよ。でもやっぱり忙しい人ってなかなかね、最後までクリアするのはね、時間も許さないかもしれないですが、でもなんかいいですね、事務所の人に取り上げられちゃうっていうのも ね、 ね、それぐらいやっぱりしないとね、ハマっちゃうから、ハマっちゃうんですよね。そしてここに今ハマりかけている男が、はい、先ほどからいるのかいないのかわからないこの男なんですね。これ何やってんだろうって気になっちゃうね。本当に遊びに来たやつだもんって、これねえ、じゃあ横で、ね、これでですね、部長、はい、これ大体ね、クリア終わるまでに大体どれぐらいの時間かかるかって大体言えます？そうですね、単純にですね、もうとにかくエンディングが見たいと、ひたすら突っ走ってしまう人であれば、それでもやっぱり20時間ぐらいは最低でもかかりますね。本当に逆にそういう人はもうマップも全部分かってて、あ、そうなんで、それは無理ですもんね。ただ本当にやっぱり楽しんでやっていただくんでしたら、その倍の40時間ぐらいはやっていただいた方が。で、僕もさっきね、始まる前にオープニング見てる時に坊主さんに、はい、いや、これさ、終わるまで何時間ぐらいかかるんだろうねって言って、僕がいや、30〜40時間じゃないですかとか言ったら、急に、打ち合わせ始めました。って言いながら、逆算してみたいな感じ。今どの辺まで行ってるんですか、坊主さん。今ですか、うん、なんかサウス、あ、いいんですか、サウスフィガロの町に届きましたけど、増え町があるんだ。でもパーティーがさっき2人だったんですけど、今3人に増えましたからね。あれ、とりあえず最初に出会った仲間は誰だったんですか。エドガー、エドガーって最初に会いましたね、うん、ねえ、あ、そうかそうか、まあ炭鉱出たところでしたけどね、そうですね。で、まだ魔法は、魔法って覚えて、もともと持ってるやつじゃなくて覚えるやつがあるわけ。それはまだですね。あ、ということはつまり魔石もないです、持ってない、まだないです。ねえ、うん、ところで主人公等に今名前とかつけました？まんま、一応男の方にナオヒロックという名前がついていて、何ですかそれ。一応友達の名前なんですけど。つけるね、友達の名前つけますよね。でも本当にやるときこれ一応ほら仮でやってるから、こう、意外な名前でなんていう、友達の名前つけるのはいいんですけど、そいつがすごくかっこいい役回りで、なんか途中で悔しくなって変えたくなるときとかあるんですよ、大体。ちょっと嫌ですよね、だから ね、 自分、水間さんとかってどうですか。でも最初わかんないですもんね、どういう、そうそう、どういう役割かわかんないから、ただ名前は実は変えることができるんですよ、今回。今回ね、なんか登場の仕方、坊主さんかっこよくないですか、一人一人ね、なんか、この男が実はなんていう登場の仕方、大江戸捜査門みたいな、人呼んで何々何、そうそう、解説があるんですよね。で、その時にテーマ曲が流れるようになってますんで、そうかそうか、なるほど。羽田さん、どんな名前つけます？私はですね、あだ名がハネピーなんですよ。そうそう、でもハネピーだと可愛すぎるんで、ハネプーと、ちょっぴり自分でひねりが入ってるんですけど、ハネプーと、ハネプーって主人公にはハネプー、なんか弱そうな名前でね、あまり強くなさそう、そうなんですけど ね、 ね、でも楽しませてもらいます。平田さんどうですか。はい、平田さん自身がおやりになるときは、いや、私はですね、こういうこと言うとちょっと仕事みたいになっちゃうんですけど、はいはい、やっぱり雑誌社さん等に写真をお出ししますんで、それ用にあまり名前を変えてつけるわけにいかないんですよ。そうなんですよ。そうか。やっぱり、あーって出てきた。それが画面人でちょっと恥ずかしいんだよね。やっぱり一応設定に忠実な名前をつけるようにしてますんで。例えばさっき言ったエドガーはもう、そうですね。もうエドガーはエドガーでやるようにしてます。あと、坊主さん、これ今街の中なんですけども、はい、街の中かなり家とか複雑じゃないですか、これ。そうだから僕ほら次のこと考えないでどんどん行ってるとわけわかんなくなっちゃって。そうそう、書いて行ったりしてないので。これでもまた細かく見ていかないと宝とかが思いがけないところに隠れてたりするんですよ、ね、さっきから ね、 ね、ここの部屋が実はね、ほらほらなんかちょっとね、隙間風が吹いてくるのねとかいう怪しいメッセージが、そう、何かあるのかなとね、感じさせるメッセージが時々あるんですよ。そうなんですよね。さあ今必死に探し始めました。あるんですか、必ずどこかにあるということですから。ねえ、その辺かな。
これ家自体もかなり書き込んでますね、これね。そうですね。水間さんからコメントが入りました。その辺かな。素晴らしいヒントが。これのあのグラフィック的にもかなり容量。5の時が16メガで、うん、今回があの24メガですから、まあ 1.5 倍ですか。うん、まあ、そのかなりの部分でグラフィックに割いてますんで、まあ見た目にもだいぶ変わったかとは思うんですけどね。特にオープニングに出てくる、なんだろう、なんか岩壁みたいな、実写みたいな感じでしたけど、写真とかも入ってるんですかね。いや、あれはあの写真を元にはしているんですけど、全てグラフィックの人間が全部手書きで、手書きなんだ。見つけました。あ、見つけました。見損ないました。私今ちょっぴり嬉しそうなハニガンさんは。いやいやいや、とりあえずじゃあ今あのサウスピガルの街にいるということで、続けて2時間頑張っていただきたいと思います。今日はですね、この時間は福山雅治さんのオールナイトニッポンなんですが、今日はスペシャルプログラムで最新ゲームプレビュースペシャルをお送りしてますけれども、はい、ここでカルトクイズの電話は締め切りです。あとですね、でもキャラクターのどんなキャラクター名前つけるか、はい、そのあとはですね、最新ゲームに関する素朴な疑問質問は受け付けています、はい、東京 03-3211-3299 東京 03-3211-3299 で、2時までだからあと10分ぐらい受け付けてますんで、なかなか電話かかりづらいかもしれませんけれども、どんどんかけてください。はい、ということで抽選で10名にね、うん、オリジナルのサントラ CD と、あとオリジナルテレカ、はい、ファイナルファンタジー6のね、はい、テレカと、あとソフトを10名にプレゼントですから、美味しいですから ね、 ね、どんどん電話かけてください、はい、あとじゃあファックスのテーマいきましょうか。はい、ファックスのテーマはですね、新作ソフトをいち早く手に入れる方法です。ファックス電話番号は東京 03-3211-0707 東京 03-3211-0707 です。はい、そうなんですが、ここでじゃあね、あの電話で募集しましたロールプレインゲームの主人公に君がつける変わった名前というのがあるんですが、はい、紹介しましょう、はい、埼玉県の白石和孝、名前は明美、理由、その女の子に振られたから。うわー、悲しい。これね、本当ありますよ。僕ね、これファイナルファンタジー3かなんかを、なんかこのね番組やるからやってみようと思ってパチッとつけたら、トモコ、あれ思い出しちゃった。あれ思い出しちゃった。4年前あれっていうのがあって、思わずスイッチそのままもう。でももしですよ、そのキャラクターが、うん、ね、戦闘不能とかになっちゃったら悲しいじゃないですか。そんなリアルに言うことないでしょ。もうそう、ね、そういうことあるんですよ。昔の古傷が好きになっていたこともあるんですよ、ね、じゃあ次は、はい、じゃあ花さんから。はい、鳥取県にお住まいの前田智之さんからですね。浜子はい、その理由はですね、名前だけで強そうだから。それありますよね、なんか強そうな名前とか ね、うん、ありますけれどもね。次行きましょう、はい、岐阜県の、和佐尾健一くん、クレア、理由、早くゲームをクリア。じゃあ次行きましょう。なるほどね、ちょっとかけてたんですね。かけたっていうのありますけど。なるほど、はい、続いてダジャレやってどうぞ。秋田県にお住まいの山崎達弘さんからです、はいはい、マックス。マックス、はい、理由はですね、ナイキのエアマックスを愛用しているから。あー、坊主さんもそういうのあります、ね、自分で使ってるやつとか。え、あの名前ですか。まあ、例えば今のエアマックスからつけたっていう。なんだろう、僕でもほら、坊主って芸名じゃないですか。芸名だ。ほら、坊主ってつけときゃいいなっていう、なんでも。え、本当本当はどうやってどんな名前つけてるんですか、大体。いつも坊主。坊主。主人公坊主だ。なんか、調子いいですよ。うん、調子いいです。弱くて。もうね、人が見つけられない部屋とか今見つけたよ。そうなんですよ。すごい悔しかったしね、今ね。ちょっといい気になってるんですよ。今ね、ちょっと上手になってますよね。まあいいの、じゃあ次行きましょうか。はい、千葉県の、久保義晴くん。ハーディング。理由、踊り子からレスラーに。チェンジしなければ、ジョブチェンジだ。なるほど。こんなところでさらにいろんなアビリティもつけちゃったりして、ねえ、ね、え、滑りは滑らかそうですよね。まとめがうまい。いやいや、本当に。でもハーディングとか結構ね、時事ネタなんかありませんか、坊主さんとかって。時事ネタ関係、あ、なんか言っちゃう時ありますよね、そういうの ね、 ねえ。でも後悔すること多くないですか。それって結構それも後から見ると恥ずかしかったりしますね。そうそうそう、ねえ。はい、そして続いてです、はいはい、青森県にお住まいの鈴木ひろきさんからです、ね、まずいちょ、前回名前を考えた時、うん、美味しいよという名前を考えたので、今回はその逆を取ってまずいじょ。あ、結構ね、自分なりの、なんだろう、あのゲーム自体の内容がつながってなくても自分がつける系統の名前ってあると思うんですよ。俺だったらそう、なんかほら、その昔のもうつけちゃうんだ女とか、女とか、そう、それで振られた後でっていうのはあるんですけどね。悲しいですね。でもあの平田さんとかって自ご自分で自宅で、いえ、あのね、やられる時とか、その時も全然名前とか付け替えたりしないんですか。そうですね、やっぱりプライベートで、プライベート、プライベート。いや、さっきちょっとお話聞いてて、あ、似たような思いが自分にもあったなって思って。そう、どうした。え、じゃあ
振られた彼女とか振った彼女、いやいやいや、そういうことよ、ね、そこまでそういう振りは出てたまたまなんか昔のなんか知り合いのね女性の名前がついたとかってのありますよね、やっぱり、ね、あいつも結婚しちゃったよなとかそういうもう3年後とかにそうかな、なんか面白いの知ってます、あの水間さんとかって、僕は大体映画の主人公からとかやっぱ撮るかっこいいですね、もうどんなどんなやつですか、スターウォーズ好きなんで、あ、そうなんだ、たくさんいる時になんかたくさんあの主人公みたいなキャラが味方のキャラクターいるんで、どんなやつでも何でしたっけールークとかルークとかハンソロとか、そうハンソロ、あでもそれ一人だったら自分の名前つけるんですけどね、え、ミズマ、ミズマっていうじゃなくて下のお名前をつけて、もうじゃあそれがもうルークとかもうイホークとかヨーダとかの名前がたくさんいるんで、結構でも主人公だけ変えちゃうっていうのはあるかもしれないですよね、今回ちょっと難しいですね、今回あの人数が結構多いですから10人以上なかなか全部考えるっていうのは難しいかもしれないですね、主人公が、今坊主さんは今何人いるんですか、パーティーは、これあれあれあ今もうね、さっきからね、いや、あのね、坊主さん、はい、2時間しかできないんだから、あの、街の中に20分いるから、しかも同じ街の中に。いや、なんか、それもうすでにね、マニアのハマりやすい罠です、それは。本当に、なんか、ね、気が済まないっていう。でも結構、丁寧にやってるから、私たちが見つけられないものも見つけられたのかもしれないですね。ね、だって、5つの指令、全然クリアできないじゃん、だって。同じお店とかね。ね、とか、間に合うんですか、本当に。本当に間に合うのかな。頑張っていただきたいですね。ということで、まあ、お客さん電話ありがとうございました。はい、でも、この後2時まではですね、あの名前と、あと最新ゲームに関する素朴な疑問、質問を受け付けてますんで、2時まで受け付けています。なお、この後はですね、いよいよカルトクイズに挑戦だ。マニアが挑戦。ファイナルファンタジーカルトクイズ。ということでね、もう俺こそはファイナルファンタジーマニア日本一とい う, もう強烈なファイナルファンタジーオタクがですね、はい、もう登場しまして、そのカルトっぷりを、うん、もうね、もうクイズで競い合ってもらうんですけども、すでに予選の問題をですねクリアして、まず総数、電話つながった総数だから本当はもっとね、こう何倍も何十倍もかけたと思うんですが、はい、230人つながりました。そのうち正解者数が39人。あ、でもいま、ね、多いのかな、少ないのかな、これ。多いんじゃないですかね。じゃあみんな頑張ったんでしょうね。この中から3人が選ばれましたけれども、まず、答えを発表します。予選の問題、答え発表します。トイ1がファイナルファンタジー2のミシディアの町にある古代の書に登場する初代竜騎士の名前は、答え、ハーン。はい、難しいですね。で、2問目がファイナルファンタジー3に登場したキャラクター、ディッシュに恋をしていた女の子の名前は、サリーナ。これはちょっと当てずっぽでは当たらないですね。そうですね、あんまりある名前じゃないですからね。そうなんですよ。ということでね、この3人選ばれましたこのマニアがですね、はい、かなり接戦ですが、今回ですね、そのカルトキングに輝いた人にはなんと素晴らしいプレゼントがあります。ファイナルファンタジー6のソフト、それから CD テレカの3点セット、さらにファイナルファンタジーカルトキングの称号が、称号は別にあのただつくだけですから、自分で威張ってもらうという、もう明日から威張ってもらうということなんですけどもね、なおですね、この回答解説には先ほど Q&A に登場してもらいましたスクエアの平田さん、それからファミ通の水間さんにお願いしたいと思います。なおですね、今回の問題は、ファミコン通信のご協力でできました、もう超カルト問題なんで気合を入れていきたいと思いますが、まずじゃあ第一回やっていきたいと思います。出場者1人目は、東葛飾のですね、佐々木徹くん17歳高校生、もしもし、もしもし、もうこれがマニア第1号ですよ。でも元気ですね。いつからファンなんですか、 FM のワンの頃からファンです。ありがとうございます。2です ね、 あね、はい、一番好きな FF はちなみに今まで1から5で何でしょう。3です。それなぜ3は、なんつうかストーリーが一番しっかりしてると思うんですよ。あー、マニアだな、ストーリーを重視してますね。水間さん今ふんふんと名付かれましたけれども、そうなんですか、結構そういうマニアックな人は3好きだっていう人多い感じね。水間さんはいくつが好きなんですか。僕は5が、5が、水間さんそれなぜ、なんか集大成みたいな感じがして。そうなんだ、ね、じゃあ意気込みを、トール君。あ、全問正解目指して頑張ります。 OK。 でですね、トール君があの正解分かった時になんか鳴らすものが必要だと思うんですよ、はい、分かったら何鳴らします。あ、じゃあ鍋鳴らします。なぜ鍋なんだろう。鳴らしてみて。痛いね。鍋じゃあとりあえずね、もうすかさず鳴らしてくださいよ。はい、これに対して挑戦者がですね、もう素晴らしい挑戦者が、はい、もう今全然聞いてません。え、僕ですか。じゃなくて、今フィールド歩き回ってる場合じゃない。あ、街見つけちゃったよ。あ、街見つけましたね。まあ、それ街よ、ダメ。あ、同じ街だよ。
まだ、はい、はい、すいません。この方、紹介してください。はい、紹介させていただきます。この番組代表ということで、2時間耐久、ファイナルファンタジー6に挑戦してくれています。スタダラパーの坊主さんに参加してもらいたいと思います。はい、じゃあやめてください。今やめてください。今いやこれアクティブバトルだからやめてるし死んじゃうと思うんですけど、それだけやめてください。やめてください。はい、わかりました。はい、ということで、はい、あの坊主さん、はい、聞いてなかったと思うんですが、はい、敵はね、めちゃ強敵ガチですね、きっと向こうの。もう早くやりたいんだ。ダメ。いやいや、ちゃんとやってください。頑張りますけど。あ、ね、問題は3ポイント選手でいきます。じゃあ坊主さん、なんか鳴らしてくださいよ。じゃあそのお茶の缶でいいや。それでいきますよ。ちょっと鈍い音ですがね、はい、それではですね、第1回戦ルールは先に3ポイント先取です。それではいきます。 FF カルトクイズ1回戦第1問、6の、厳重、あ、4の、厳重の女王はですね、アスラでは、その旦那様は何でしょう。なった、トールくん。バイヤさん正解。早いですね。好きですか、このリヴァイアさん。キャラ的にはトールさんは、あ、なんか強いんですけど、うん、なんか勝った時に、あ、勝ったって感じがするんですよね。だけどアスラの方が強いんで引かれてるような感じなんですけど、普通この夫婦関係についてここまで言及できるんですよ。夫婦仲までね。どうしたらいきます。じゃあ2問目、坊主さん頑張ってください。はい、2問目、5では酒場でピアノの稽古をしますが、お稽古は何回でしょう。もうバンさん手が出ませんから。何回。8回。素晴らしい。すごいっすね。もちろんね、あのトール君は全部クリアですか。あ、はい、素晴らしい。これね、でもね、感動するんですよ、上手くなっていくんですよ。どんどんね。そうそうそう、最初何だか分からなくて、私やらなかったんですよ。何だこれと思ってるし、2つ目3つ目ぐらいで、あ、そういうことなんだって差がつきになるんですけど、 なかなかね、あの8つ見つけるのって難しいんですけどね。トール君は簡単でした、見つけたの。簡単に見つかりました。バカ野郎。2問選手ということは、もうね、笑ってる場合じゃない。いやいや、次取られたら終わりですよ。はい、分かりました、頑張りますよ。はい、今3問目、ワンに登場した船は何をしている人でしょう。ちょっと迷った。一応鳴らしますけど、僕ワンやってないです。とりあえず鳴らしてくれましたね。トール君は、あ、わかりません。わからないか、これね、学者。あ、そうだ。え、わかった。あ、そうだ。これはどういうところで登場した人、僕も忘れちゃったよ。これはですね、うん、途中 の、まあ、町で登場してくる人なんですけど、この人がやっぱり古代の言葉を翻訳してくれる人なんですよ、この人は。ですからこの人のところにその古代の書物ではないんですけど、持っていくと初めて謎が解けるという、ただもう随分前の話ですからね。水間さん分かりました、これ。水間さんの前も分からない。分からない、まあ、つまりじゃあこれまだなしということで、次4問目、はい、まだ決着ついてません。いきます、4問目、はい、4で登場するスクウェア開発室、ありましたね、にいる FF の生みの親、坂口さんはどんな格好をしていたでしょう。何それ。鳴らしちゃえ、坊さん、鳴らしちゃえ。なんか鳴らしちゃえ。格好、うん、格好。医者の格好。いやいや、コントじゃないから。これコントじゃないですから。そうですよね。トール君は、あ、ボムの格好だったかな。何ボム、ボム、爆弾。あ、ボムもいたんですけどね。残念。いたんだ、思い出せないや。これは何でしょう。答えはチョコボだったんですね。あ、そうだ、チョコボ。分かってる分かってる分かってる、うん、皆さん分かりました、これ。ちょっと分からないということで、普通分かりませんね、これね。分かんないですね。はい、ちょっと知ってましたけどね。それだとあんまり軽くなりませんけどね。ですよね。あれ、今回エッチな本とかあったんですか。よく覚えてらっしゃいますね。だって大輔とも一覧も顔真っ赤になるやつ、あの開発者の趣味だったんですけどね。あのエッチなの抱えてるので、今回はちょっとまだ教えられない。いや、残念ながらありません。ないのか、はい、でもなんか違うものがありそうですね。ね、あるそれはもう。はい、じゃあ最後の問題です。いきます、第5問目、はい、FFUSA ミスティックフェストでラストバトルを一緒に戦ってくれるキャラクターは何でしょう。 あれこれ私やったんですよ。なんだ、トール君、なんだ。チョコボ。え、チョコボは違う。あ、違う。いや、僕全然わかんないです。とりあえず言ってみましょうか。なんだろう。なんだろう。これ名前なんだよな、これ。そうです、名前ですね。え、あの、召喚されるやつとかじゃないんですか。そんなヒント聞いてどうする。ヒントなんかあります。ちょっとヒント。ヒントですか。あ、これヒント。覚えない。3文字の名前なんだ。そうですね。ちっちゃい文字も入ってますね。そうですね。真ん中に入ってますけど。ちっちゃい文字。登録まだわからない。ほら、トール君頑張って。皆さん、お姉さんみたいに語ってほしいの。ね、まあ、独立してしまいましたけれども、どうしよう、これ分かんないから。分かんないか。ね、頭文字は、フですよ、フ。
頭の文字はでも全然思い出せないのがバトルライターね、それね。何全然何が何だかもう分かんないけど、どうしよう、どれか分かんないか。はい、ねえ、そんなことで、これ答えは、これはあのフェイですね。フェイ